テイン。おるるるる。シンジさん、プッシー、アールさん、ゆめたん、メイ、こんばんくまちゃんでございます。こんばんくまちゃんです。プッシーごきげんよう、ごきげんようでございます。くまちゃんお疲れ様、今日はありがとう。わ、こちらこそありがとうございました。やったね、ゆめたんとお話できて嬉しかったです。今日はね、英保育会に参加させていただきました。ゆったりゆったりおしゃべりした2時間でした。メイ、こんばんくまちゃん、お誕生日おめでとう。シンジさん、マラ、ありがとうございます。ウッシー、ダルマ、ありがとうございます。メイ、ソフトクリーム、ありがとうございます。ブシーさん、500回目の訪問ありがとうございます。わ、嬉しい、500回も来てくれて。こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。私も嬉しかったです、楽しかったよって。わ、ありがとうございました。やったー。リンジさん、だるま、ありがとうございます。だるま2個、ありがとうございます。はい、ありがとうって。素敵な一年過ごそうね。この時期お誕生日の人多いんかなね。5月って多い？分かんない。でもなんかさ、これ本当なんかな、なんかさ、一番多いさお誕生日って12月22日らしいっていうのをね、前聞いたことあるの。でもさ、実際さ、自分が生きてる中でさ、同じ誕生日の人に出会うことってあんまりないじゃんか。だからさ、そう、でもさ、同じクラスにさ、同じ誕生日同士のさ人とかさいたけどさ、それマシはさ、自分の誕生日をさ同じクラスで会ったこと、あ、先生って昔一回あったかな。そう、同じクラスとかではないからさ、本当なのかなって思ってはいる。そう、どうなんだろう。次のなさん、初訪問ありがとうございます。ありゃ、見たことあるお名前だ。ありがとうございます。メイ、ペンライト、ありがとうございます。ヒロ様、流れ星、ありがとうございます。じゃあもう読めない、ありがとうございます。石食べてって。これはアイス、アイスだ、アイス。いろんなね、アイス出始めてるもんね今。チョコミントも出てきた、いろんなチョコミントが出てきたので、チョコミント好きの方はね、楽しい季節だね。5月多いよって。ワイの知り合いだけでも自分含めて6人はある。え、おお、6人は多いね。毎週以上あるよ。毎週以上って言い方おかしいね。メイ、流れ星、ありがとうございます。チョコミントのピノはまだあるかなって。え、最近見かけたよ、チョコミントのピノ。ちょっとめっちゃ好きでさ、いやでも、そうそうそう、美味しかった。ちょっとだけさ、ハマってたけど、まだありそうだった。でも私がね、一番ね、去年めっちゃ食べたアイスが最近あってね、なんかね、で今年はワンピースのシールがついてんの。そう、それを、そうそうそう、それ探してたら最近なかった、なくなってた、見つけたコンビニで。そう、全部で
どんな役柄だったのか知りたかった。あきさんこんばんは。んこ犬です。あ、今ね、あの一個ね作りたい動画があるの。マギシャンで作りたい動画があるの。今ネタを考えている。なんだっけ、えほいくまちゃんです。くま見たよーって。え、そう、くまの昨日さ話しててさ、ダイソーのさ、あのくまのさ、私のサインに似てるっていうさポーチね、ツイートしてくれててさ嬉しかった。あれ中にくま書いてあるとかさ言ってたらさ、全然普通にドリームって書いてあってめっちゃ恥ずかしいめちゃめちゃちゃんとドリームって書いてあって、あのくまじゃなかった。嘘、くまと勘違いしてたら全然ドリームって書いてあってちょっと恥ずかしかった。じゃあ明日からドリームにしようかな。クマじゃなくてあのサインでし、レインボースター、ありがとうございます。私も他にお祝いしてもらえてめっちゃ嬉しいよーって。わちょっとまた直接さ、見たいのでまた会いに来てね。ドラ先生こんばんくまちゃん、やっほい、ほいかお疲れ様でした。来てくれてありがとうございました。てさんこんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。ダイソーのサイトを調べたけど見つからずって。え、サイトには載ってないんだ。店舗に行ったらあるんかな。え、地域限定とかないよな。関西限定とかっていうことはないんかな。動いてる、動いてます。今日は動いてます。先週結構あのラジオが多かったけど動いてますロンベッタンさん初訪問ありがとうございます。まちゃんごきげんよう。あ、おはろうもありがとうございます。今日毎日ねいろんな時間なんですけど話してるので、土地来たらまた見に来てね。ルイドの前のダイソーで見たよ。エスカレーター上がったら目の前にあった。そっか、ルイドのね前もなんか 大きなさダイソーあるような、大きなダイソー、分からんどうなんだろう。で大きめの方が多分ありそうだよねな気がする。でも私行ったところなんかすっごいちっちゃいわけでもない。あ、でも普通の大きさぐらいのダイソーだったな。ドラさんこんばんくまちゃん、お疲れ様ありがとうございます。こんばんくまちゃん、もちろんです。近いつないに行きました。お、またおります。ドラ先生は流れ星ありがとうございます。関東のダイソー見に行くわ、見に行ってみて。毛布らしきものたくさん置かれてる。あ、そう、広げた広げた広げた。そう、いつさ布団をさ、布団をさ、あのあれしようか考えている。今年はちゃんと夏用をさ用意しないとなって思っているんですよ。お布団が今まではしまうところがなかったから、そうそう、ずっと冬用布団で夏も過ごしてたんですけどね。あの今年はちゃんとこのお家に来てちゃんとあのそう過ごす、ん、ちゃんと夏を迎えるのが初めてだから。でもちゃんとお布団しまいそうだから、ちゃんと夏用のねお布団をね用意しないとなーってしております。メタまた話そうね。え、話そう話そう話そう。金ちゃんさん、あともありがとうございます。シャロさん、古着だありがとうございます。はるかさんこんばん、くまちゃんこんばんくまちゃんです。ライスベリーです。あら、名前変わって、え、名前変わってアカウントも変わった。
一応にロベタンと呼ばれるようになりました。あ、ラスベリーさんはロベタンに名前変わったのね。了解です。ロベタン、ロベタンで今度から覚えるね。夏はタオルケットで寝てる。え、そう、タオルケットがさ、やっぱ夏はタオルケットよな。え、ちょっとね、あのね、冬のさ、毛布でさ、あの猫がね、布団の上に寝てる時に布団の上にいるよりね、夏の終わりぐらいにね、タオルケットで寝てる時のね、猫がね、あの一緒に寝てくれるのがめっちゃ好き。なんかさ、冬の布団だとさ、厚みがあるからさ、若干なんか乗ってるなぐらいしか、かあのさってなるけどさ、夏だったらさ、タオルケットでさ、より重み感じるからね、あのめっちゃ好きだったの。そういえば2年前の今日はバーベキューしてたね。3人のシャメ出てきたわ。わあ、懐かしい。またやりたいな、ちゃんとあのバーベキュー。去年さ、東京でやっとさできたんだよ。なんか屋上でやったで、そう、大阪は全然なんかあのバーベキューじゃなかったから、去年は大阪でちゃんとバーベキューができてないから、そう、今年はねやりたいんだけど、あるかな、あったらいいな。さやかさん、フォローしました、ありがとうございました。まーちゃんハート、ありがとうございます。バーベキュー入りたいって、バーベキューまた行きたいってね。トウモロコシ皿に乗せたシャメ出てきたで、トウモロコシをさ、あのそう、頭の上に落としたよね、私さんの。バーベキューはトウモロコシを持ちながらチキを取るのがもうルーティンなので、ルーティン、そう、あの醍醐味、違う、なんていうの、そうあのじゃ、そう、頭の上じゃない、トウモロコシを持って、あのそう、チキを取るのがと、あのバーベキューなのでバーベキューなので、そう、で去年はトウモロコシがなかったから、ちょっとやっぱバーベキューじゃないね、頑張って。そうさ、カメラ大丈夫だった？え、カメラ、え、そう、どこ行った？そうなの、なんかさ、あの何、フィルムカメラの現像をしにようと思って撮り終えてたからね、巻き戻しをしてね、巻き戻しをできるんよ、カメラ自体で、自体に。ないけどさ、あのなんか巻き戻しができなかったんよね。だってなんかどうにもならなくなっちゃって、諦めでした。悲しいってなってた。そう、どうしよう。うん、でもま、そうなのよ、ま、次さ、もうフィルムがなくなっちゃったからさ、フィルムを買ってさ入れるんだけどさね、またできなかったらフィルムもったいないなって思うから、もうお使いしてを使おうかなとか思って迷いです。そう、北海に行きたいってゆっくりお話ししたいよって。ね、北海だとやっぱりね、ゆっくりお話しできるのがいいところだよね。アラさん、ハートありがとうございます。チッチーさん、どうもありがとうございます。アメリカ村にテラスでバーベキューできるところがあるんだって。ちゃんとバーベキューなんかな。ね、焼いたトウモロコシ、そう、焼いたトウモロコシ、焼いたトウモロコシとマシュマロもいつも、そう、マスト
ほらゆきさん、百キラキラ、ありがとうございました。はい、リッチこんばん、くまちゃん、止まってしまった。うさちゃん人形も、うさちゃん人形も一緒に写ってる。うさちゃん人形、あ、うさちゃん人形持ってってた、バーベキューだね、2年前。そう、うさぎのバーベキューじゃない、うさぎを持ってってた。こんくらいのね、うさぎをね持ってね、バーベキューに行きました。なんで持ってってたかわからん。メイ花束ありがとうございます。また復活させようかな。今どこで眠ってるかわからん。取れてなかったの？いや、あのさ、取ったんよ。取れてるかを、だから現像するしてわかるから、じゃなくてなんか、ま、その巻き戻さないといけないの、フィルムで。そう、それがなんかできなかった。でもなんか入れるときに手こずったんよね。それが原因かなと思って。なんかさ、入れるときも不調だった。うん、だからそう、それも原因かなと思いつつね。昔のやつ手動で戻せたりするけど、フィルムカメラ懐かしい。フィルムカメラが最近のマイブームです。ここ半年くらい。巻き戻しのボタン押してるよね。押してる、押したのになんかできなかった、なんでだろう。そう、マイクラムじゃなくても光があんまり当たってない奥の部分は大丈夫な場合ある。え、なんかさ、巻きもそこからさ、巻き戻せたらできたんだけど、全くできなかったから、だから回らないの。逆によく取れてたなって思う。なんかさ、回らなくってさ、あの、そうなのね。なんでだろうと思って、困った、すっごく困っている。はい、さん、どうもありがとうございました。うさぎさん懐かしい、わいもその写メあるわ。でもあれが最初で最後じゃない、そのうさぎがいるの。多分それ以来全然うさぎ、そう、うさぎを知ってる人は多分いない。そう、うさぎさんはその時にいただけだ、多分。うん、くっつかりそうねってフィルム入れるの、なんだろうね。ミヤリーさん初訪問ありがとうございます。カメラごと渡して、暗室みたいなところでフィルム巻いて撮ってもらったらいいのにね。え、そう、なんかね、でもそれも思ったんだけどさ、してもらえるんかなって思って。なんかしてもらえなかったらのに、なんかなってなったらちょっと嫌だなって思っちゃったから、もう諦めました。うん、ちゃんと諦めた。ちゃんと諦めたとか言って諦めちゃった。なっちゃん、おはくまちゃん、おはくまちゃんです。そう、メラグと深夜さんに行けば助かってる部分あるかも。そのまま現像するところに持って行ったらって。なんか結局持って行くのがさ、電気屋さんのカメラの現像だから、そこまでしてくれるんかなと思って、そうと思ってね。
もう映るんですが一番いいかもしれん。使い捨てが飾りでも、なんかそのカメラ自体のさ、あれは可愛いからさ、それはそれでね、持ってるのもありなんかなって思う部分でもある、うん、最近写真屋さん少なくなりましたね。そうだよね、なんかね、そうね、あんまり再現像しようと思ってもなんかどこがいいんかなってなる。そういえば最近結構 YouTube 上がってるね。あ、皆さん見てくれてますか。そう、 YouTube ね、週2くらいで上げているので、皆さんちょっと見て、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お待ちしております。そしていいねとね、コメントもね、いっぱいいっぱいしてください。みんなコメントしてね、コメントちゃんと見てるのでね。そう、ガイカメラかわいいよって。そう、かわいいのよ、アクリカメラかな。そう、あれがめっちゃかわいかった。なんかね、ドーナツ屋さん行った時に、ドーナツ屋さん行った時に、なんで今2回言ったんだろう。そう、ドーナツ屋さん行った時のなんか座る椅子ベンチが赤チェック、赤と、おっと、赤と黒のチェックで、それの相性抜群だったし、そう、あれめっちゃ可愛かったの。多分インスタに載せたんだけど、あと麦ちゃんと同じ色だったので、麦ちゃんがお散歩の時に着る服と麦ちゃんの色と同じ色だった、それも可愛かったのです。やるよって、上がってたらすぐコメントもしてるよって、ありがとうございます。心斎橋の大丸の東に 20m のカメラのなにわさんがおすすめだよ。カメラのなにわさん、ちょっと覚えとくね。そうです、まだレシピのやつ見てない。あ、じゃあまだ見てない方は寝るまでに見てね。寝る、今日はそれを見てから寝てね。車の解散しました。わ、エホイカイ、お疲れ様でした。それは運命の組み合わせね、麦ちゃんと。それは嬉しかった。まあ、ということで、そろそろランキングを読んでもいいですか。13位はアロさん、ありがとうございます。12位がトラユキさん、ありがとうございます。1位はアルカさん、ありがとうございます。1位はソロさん、ありがとうございます。9位はスツイさん、ありがとうございます。8位ザキさん、ありがとうございます。7位ゆめたん、ありがとうございます。6位はドラ先生、ありがとうございます。5位はまーちゃん、ありがとうございます。4位はブシーさん、ありがとうございます。3位はテシー、ありがとうございます。2位がシンジさん、ありがとうございます。そして1位がメイです。ということで、皆さん今日の配信も見てください、ありがとうございました。もし明日はね、フェアリーテイルズさんで19時10分からライブありますので、お待ちしておりました。以上、お疲れ様、おつくまちゃんでありがとうございました。ではでは、おやすみなさい、ありがとうございました。